曲名50音順の、これで5週目の最初、あ、もう5週、4週もやっちゃったわけだね。まあ途中になんかあのラリルレロとかヤユヨとかワユエオとか、あとそういう歌えない曲があったり、だからまあ50音全部をやってるわけじゃないんだけど、あで始まる曲って結構いいんだよな電話帳でもなんかあからつく、あからこうたどられるから、もう電話帳の時代じゃないけど、社名とかね、会社名とかあで始まる曲、曲じゃない、会社名にするとか多いんだけど、小柳ルミ子の赤い灯台、これは、岡本治美作詞、吉田拓郎作曲だから吉田拓郎の枠の中に入れてもいいんだけど、まあ小柳ルミ子の方も好きなので、まあとりあえずまず一回歌っておこう。しぶき浴びて、あなたと走ればカモメが一度に飛び立つよ。見ているつもりが見られてるようで、とてもとても恥ずかしいんです。知床の開けっぱなしの玄関で、耳の遠いおばあさん、幾年月も同じところで、遠い無敵を聞いてきた。潮の香りに現れた顔が、とてもとても優しいんです。旅人、カメラに向かっておばあさん、シワの深い顔でにっこり、とても懐かしく笑うんです。二人さん喧嘩しても、時が経てば時が経てば楽しくなるよ。見ているつもりが見られてるようで、とてもとても恥ずかしいんです。
好きな曲なんだけど、まあこれを知ったのが拓郎のセルフカバー、人に提供した曲を拓郎がアルバムにいろいろ入れてるわけだよ。あのなんだろう、優しい悪魔とか、これもそうだし、あとそれでもいつかどこかの街でとか、ね、中村雅俊に提供した曲とか、そういうのを固めてセルフカバー集のアルバム出して、その中に入ってていい曲だなと思って、で小柳ルミ子のバージョンは後から知ったんだよね。多分小柳ルミ子に提供したこっちの方は、ヒットしなかったんじゃないかな。いい曲なのに。岡本の詩もいいし、拓郎のメロディーもいいし、小柳ルミ子もすごくうまく歌ってて、なぜヒットしないのか、でまあカバーアルバムで、セルフカバーアルバムで知った曲、他にもね「おはよう」とか、結構、いいんだけどさ。でこれあの吉田拓郎のカバーの方では、赤い灯台の灯っていう字が難しい方の漢字で、なんて言うんだろうな、飛変に昇るみたいな字、灯台で、小柳ルミ子の方のシングルレコードでは灯台が簡単な方の灯、飛変に一丁二丁の丁みたいな、カタカナ、英文字のT みたいな、赤灯台、なぜ同じ曲で2つのタイトルに分かれてるのか、あのセルフカバーとあの区別しやすいようにか知らないけど、そのなんだ、あのセルフカバーのバージョンは全部拓郎が自分でアレンジしてるって書いてあったな、どっかに。あのそのアレンジがさ、あ、拓郎はこんなに編曲もうまいんだと思ったわけよ。この特にこの赤い灯台の編曲は素晴らしかったの。なんと、口笛やギターでちょっと表現できないんだけど、まあ拓郎のバージョンを YouTube かなんかで検索して聴いてくれれば、そのアレンジ力のうまさもわかると思うんだけど、波しぶき浴びて、あなたと走ればカモメが一度に飛び立つよ。見ているつもりが見られてるようで、とてもとても恥ずかしいんです。知床の開けっぱなしの玄関で、耳の遠いおばあさん、幾年月も同じところで、遠い無敵を聞いてきた。潮の香りに現れた顔が、とてもとても優しいんです。
私は旅人カメラに向かっておばあさんシワの深い顔でにっこりとても懐かしく笑うんですお二人さん喧嘩しても時が経てば時が経てば楽しくなるよ見ているつもりが見られてるようでとてもとても恥ずかしいんです メロディーも、優しいし岡本治美の詩も相変わらずいいんだよね旅を描いてるんだよねお二人さんって言ってるから要するに私ここに言ってる私は女性で多分彼と新婚旅行か、そんな感じで岬に来てるんだよねで地元のおばあさんとか知床の開けっぱなしの玄関知床ってどこだか分かんないんだけどどこかの町があるんだろうそので岬の海辺の町に行って開けっぱなしの玄関で耳の遠いおばあさんと写真撮ったりしておばあさんがにっこり優しい笑顔で懐かしい笑顔で笑って彼と一緒に防波堤を走ると赤灯台があってで2人で走るとカモメが飛び立ってで風景を自分たちが見ているつもりが実はカモメに見られてるみたいな感じでとても恥ずかしいんですでおばあさんの方おばあさんとの話でもおばあさんの話を聞いたりしながらで旅人2人がこう写真撮るんだけどおばあさんにも、おばあさんを見てるつもりでおばあさんから見られてる、っていうなんかね見ているつもりが見られてるようでとてもとても恥ずかしいんですってこの表現がすごくなんかねうまいところつくなと思ってきっとこれはだから彼との、デートというかね多分新婚旅行だねお二人さん喧嘩しても時が経てば楽しくなるよっていうんだからこれから長い人生二人で喧嘩したり仲直りしながらうまくやっといてくれよとやっていってくれよとおばあさんからエールを送られたわけだねすごくそこら辺のねなんか風景描写とか心理描写うまいんだよな